降ってくるような演出にしたくない。やっていいよ。やりたい。これで。いやもうシューズ出てるやん。いやなしなしなし。これは一体こんなクズ？いやもう全部掴んで遅いっす。まず挨拶してください。はいはい。刻んでいこうぜ。マカランの腹筋で阿弥陀くじしてみた。意外に受けた。マカランでーす。ありがとうございます。前回のあの板腹筋野郎です。板腹筋野郎。すごいよ再生数。近年稀に見ぬ腹筋で5万再生。マジ？うん、どうですかあのマカランちゃんは増えました登録者。あめっちゃ増えました。マジで？めっちゃ増えました。なんか年内に1万人いけたらいいなっていう感じで思ってたけど。うん。見えそうです。いけそう。ありがとうございます。よっとよ。インスタもめっちゃ増えました。ありがとうございます。うわ。今日はマカランとまたガチポイント練習。ガチポイント練習。やっていくんですけども。ありがとうございます。マカランといえばどこのメーカーですか？プーマさんからいただいております。うん。マカランといえばプーマ。僕も。今回プーマの新しいトップモデルのシューズが手に入ったということで、なるほど、一緒にシューズ履いてガチポイントして、このシューズどうなんだろうっていう。マカラちゃんプーマにめっちゃガチ縛られしてるわけじゃない、束縛されてるわけじゃないでしょ、タムジョーみたいに。あ、束縛されてるわけじゃないです。こういうのも出して大丈夫ですよね。なんか出てきた。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった今。新手なセクハラだ。こういうのも大丈夫。大丈夫、大丈夫。プーマを知ってるマカランちゃんにも、まあ、協力していただいてと。2作品出ました、うん、新しいやつが。じゃーん。これヨシキさんの使用済み、使用済みみたいに言うなよそれ。使用済みって臭くないよ。うん、臭くない。新品のニュース書いて書いて。もういいよ、もうやばい。1回だけ掴まれて書くんかい。大丈夫大丈夫、新品のニュース。ありがとうございます。ダッシュで行こうぜということで、うん、この電気タイプのピカチュウみたいな2匹やってきました。あ、2つも違うやつなんだ。ちょっとパッと見分からんけど、ディベートニトロ3とディベートニトロエリート3がどっちもカーボン入ってんのか。入ってます。裏がこんな感じですね。ジョグからテンポアップ用で、こっちがレーシング用。今自分で持ったんだけど軽くねえか。ね、プーマあれなの、ジョグ中にカーボン入れてくんの。やめてくれよ。実際履いたことあるこれ。あります。どうってどういいのか悪いのか。今までディベートニトロシリーズ履いてきたでしょ。はい、履いてきました。今すぐやめて練習した方がいいかもしれない。今すぐレビューやめて練習した方がいいかもしれない。あれを思い出す、あの合コンで盛り上がらない日のやつ。はい、今日は多分ダメな合コンだみたいな。はいとうんしか言ってこない。2月なんですよね私は。はい、ね、使ってる。どっちも使ってます。どちらもどっちも使ってるし、はい、両方とも2も使ってるし、なんなら初代も使ってる。全てのシリーズも入ってきてっていうところで、はい、僕聞いちゃうんですけど、こっちがジョグシュー用って言ってるもんね。そう、そう、あ、ジョグシューもいけますと。マカランちゃんもジョグシューでは使ってたの。普通に使ってます。へえー、どうですかカーボン入ってるのって僕気になったんですけど。自分的には速いジョグを結構する時とか、はいはい、まあペース帯でいくとキロ4分までは、うん、まあこれでいけるか。なるほど。まあやっぱりエリートシリーズって値段もまあ高いですし、耐久性っていうのが少しあんまりないから、バン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 全部これ練習ポイントで使っちゃうともったいないので、こっちを距離走とかにも使用したり、うん、なるほど。ヨシキさん、はい、そこ質問の仕方だな。俺が悪い。お前が悪い。質問の仕方で多分めちゃくちゃ話してくれます。はいはいはい、今回の合コン。なるほどね。聞き方は大事です。気をつけます。気をつけて、はいはい。なんか逆に、なんで周辺が振ってくれた方がなんか喋りそう。いやいやいや、まあそうですね。やっぱり1個気になったそのカーボンがジョグで必要なのかなっていうところでは、まあマカランちゃんのレベルで言えば4分ぐらいのまあジョグに値する可能性っていうか、なんていうかタイミングだったらあるので、うん、まあ、そこのタイミングで使えますというところはあるって感じですよね。はい、うん、全部が全部でもジョグをこれ履いてるわけじゃなくて、カーボンなしのも履き分けとかして、うん、だいたい3足ぐらいを回して使って。なるほど。でこちらが、こちらレーシングですね。レーシング用。でこれがめちゃくちゃアップデートされたらしくて、うん、2とざっくり大きく何が変わったかっていうと、2よりも軽くなってます。でなおかつここのニトロフォームですね、高反発素材なんですけども、ここも容量が増えたと、厚みが増したのに軽くなってるから、まあ、より反発が増えたって感じです、うんうん、アッパーもだいぶ薄くなってます。はい、薄くなってんだ。よりレーシングモデルに近いというか、グリップもすごい申し分なさそうな、はい、そんな感じで前作よりもかなりアップデートされてるので、今回ポイント結構スピードを出す練習なんですけど、 400m10 本を設定76秒から78秒、まあまあスピード出します、はいね、レストは短いです。 200m ジョグ80秒つなぎ。うわ、ジョグだ。ジョグだ、ね、まあ、前回は歩きでね、今回ジョグとなると全然違うよね、それも負荷が。もう多分別物だね、う
まあ、それをまあこのシューズを使ってまあどうなのかとやっていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。私はもう実際マラソンも走りましたし、ゴールドコースマラソン出てた、海外行ってた。この人ガチでマラソン走ってないんですよ。ハーフまでガチで行って、そっから残りはジョグ、15キロまでがガチで行って残りはジョグ、うん、その感じで。ハーフの通過いくつだったの？1時間18分78分。80分切ってんだ。それは早いわ。やばいよ。しかも苦情していくと、15キロまで行ってこれらのハーフ歩いたんですよ。歩いたの？休憩して歩いて78分。はい、いや、バケモンだよ、この人。すごいね。残りも、まあ、歩いたりジョグしたりして、うん、トータルが、トータルが2時間51分やばいってよ。最後、だからめっちゃ時計見て、うん、サブリがいけるかなって思ったけど、まあ、さすがにいけなかったんですけど、歩かんかったらいけたな、うん、そういうプランじゃないもんね、そもそも、ね、そうそうそう。でも、いけちゃいそうになっちゃった。いけちゃいそうになっちゃったから、ちょっと悔しかったです。すごい。市民ランナーとか言わない方がいいんじゃない？いや、そこは趣味なんです。まあそうだけど、まあこれがすごい良かったっていうのがあります。何が良かったみたいなのが反発が強すぎないとか、なんか後半足残ったなとか、なんかそのマカランちゃんだけど感覚的な感じでなんかそれ良かったところある？なんかもしやればなんか、うん、エリート2から考えるとめっちゃ反発が増えてて、私はあんまり反発があるシューズが好きじゃないので、すごいエリート2が好きだったんですけど、うん、まあ、最初数的入った第一印象は反発強すぎてあんま好きじゃないなって思ったんですけど、まあその3汚ねえし、お前あと一応マカランちゃんが話してる時が休憩ではないからな一応言っとくけど、そのお前が何してもいい時間ではないからね。悪いけどめっちゃ喉渇いてて、うん、昨日から今生産したの遅っ。第一印象はあんまり良くなかったんですけど、うんうん、履いていくと反発がいい感じに押してくれるっていうのと、うん、まあなんせ軽い。私の 23.5 だと 200g 切るんです。軽い、軽いんだね。軽いのはびっくりした。今日もそれを履いていくと、その同じ、ほんと持ってきたマカランちゃん大丈夫？はい、オッケーです。かわいいもん。かわいいな。今日はお揃いシューズですね、じゃあ二人で。なんか嫌だな。ちょっと嫌ですね。なんでだよ、いいだろう。靴下までお揃いだし、靴下もお揃いなの？そうそう、一緒に開けてきて足せーの、ほら本当は嬉しいでしょ、本当は。本日のハギ、今回紹介するのはこちら、このプーマディビエートニトロエリート3。反対側にするとここに水溜めてお風呂入りたいんだよ。ちょっとこうね、お湯溜めてお風呂を入る。プーマディビエートニトロシリーズでいきましょう、参りましょう。これはもう履かないの今日？じゃあアップで履く。あ、アップで履くの、うん、まあアップはカットなんでダッシュで行こうぜ。できるだけくっついていってね、 YouTube 的に。オッケー、はい、よ、じゃあ行きます。410ポイント目、よーいご。うん、確かにこの8月下旬中旬にかけては非常に涼しい気温で、はい、太陽の光もないし、日陰でいい感じで走れております。いいね、いいね、条件いいぞ今日で。やっぱりね、この20秒リカバリ、200m ジョグリカバリっていうのがね、かなりきついと思うんだよね。まあ、そこどうなっていくかっていうのは非常に気になります。はい、OK。 めっちゃ反省してるじゃん。ちょっとリカバリも早かっただいぶね。日本で行って3本目、ふいとー、76秒、76。
ますよ、リラックス。やっぱ努力度っていうのが非常に大事なところやってくるので、はい、 OK、 散歩終了。6秒6、はい、4名、ファイト。74、5秒6、はい、5本目、76、身長10センチ以上差あるのにピッチが一緒って面白い。これは多分マサランちゃんがしっかりこうプッシュできて、ヨシキのそのストライドと一緒になるっていう、これマサランさんがすごいですね。はい、さあ、状態振らない、状態振らない、振れてるよ。 OK、 6秒6、6本目は携帯の縦取りでいきます。78、3秒7、早っ、ごめんなさい、タイム出すな、アホ。若菜さん、おこでしょ、おこまかでしょ。 YOSHIKI の汗がビシャビシャ出てる、すごい量だよ。本来なら76か78でいいわけですからね。77ぐらいかな。79秒、ここまで80秒リカバリーでいいので、ちょうどですね、ショートも早いんだろうなっていう感じが若菜ちゃんのフォームから分かります。浮いてるよね、しっかり、浮いてるけどこう上下にはしいかない、これが正しいストライドの作り方ですね。素晴らしいです。ヨシキもしっかり真下、地面の真下、体の真下に設置して、はい、いやー、 OK、 7秒0、いいね。はい、どうぞ。さあ、後半頑張れ。フォームいいっすよ、2人とも。いい感じ、いい感じ。普通キープしましょう。さあ、ラスト50。OK、ナイス。6秒7。ラスト2。79。さあ、キープ、キープ。キープ、状態キープ。ああ、いいっすね。それでいきましょう。そう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 。お二人いいっすよ。二人とも足動いてるから状態気にしましょう、状態。ああ、いいっすね。さあ、ラスト50。OK、ナイス。6秒0。さあ、ラスト1本。77。
キープ。さらさぐ。上げない、キープでいいよ、キープでいいよ。オッケー。6秒ゼロ。6秒ゼロ。ダッシュで行こうぜ。熱い。暑い。さすがに今からもうきつそうで安心した。これ余裕でやったらどうしようみたいな。完全に73とこでペース崩してましたよ。ごめんなさい。ごめんね。同じピッチで走りやすそうだったけど。それは走りやすかった。ね。足の長さが一緒なんですね。まあそれは置いといて、それくらいヨシキのストライドに合わせれるマカランちゃん、そのピッチとストライドに合わせれるマカランちゃんがすごいのかなっていう感覚かな。プラスヨシキもね、ちゃんと大崩れすることなくいい感じにこうコンパクトに走れてたんで、今も走り終わった後もね結構余裕そうなので、全体的に見て良かったんじゃないかなって。73以外は後半 3,4 本ぐらいもうめっちゃマカランちゃんのこと気にしてたもん。ヨシキ大丈夫みたいな、やかましいよお前。フルマラソンが遅いやつが言うておりますけど今年超えるよな。苦手なんですよ私、200ジョグつなぎが。なんか前回は出力を出すことを目的にやったんでウォークでやったけど、今回は10本通してのボリュームを作るっていうのが目的だったので、ちょっと苦手なんでこういうの、でもちゃんとね完遂できてよかったね、いや素晴らしい。この動画を見て僕もマカランの腹筋アミナクジしたよって思う人はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。